おはようございます。今日の、朝のコーヒーですね。12月5日朝のコーヒーは小さな初恋、です。そして、今日の、データですね。データを先に、見せましょう。12月5日、気温が 7.7、 結構外寒いですね。寒いです。湿度が 51%、室温が 21.4 で、湿度が 23%、 もうカラカラです。はい。で、今日はレンジ 600W で20秒ですね。庫内の温度が 18.3、 ここの場合は朝4時ぐらいにエアコンが暖房をかけるんですけど、それでも温度は上がりませんね。豆温も A は 19.3 で、レンジにかけて 31.2、まあ、一応30度は超えましたが、そんな感じです。蒸らし時間は1分20でやる予定になっております。そして、今日の格言というのもだんだんとちょっとあれですね、ちょっと蘇生乱造気味になっておる、格言ではありますが、ドリップポットにてたっぷりのお湯は動きにくい、そのまんまですね。はい。格言でも何でもない、本当にその通りなんですよ。つまり、中途半端に、ちょっとのお湯を入れとくよりも、たっぷりのお湯を入れといた方が、動きにくいというのは、ただそんだけでございます。もう格言の、解説はもうそれで終わりって感じですかね。あと、ガテブラ、ガテブラプレゼント、やっておりますんで、よろしければ、はい、玉木ホームページにて、注文いただきたいと思います。もうあと本当豆が底をついてきまして、早いとこ、新作の豆を出したいと思っておるのですが、今そのテスト焙煎を頑張っておるわけですね。はい、はい。それでは準備に行きましょう。はい。まず穴を掘ります。センサーが入ってるんで、こう本来だったら最初に平らにするっていうとこをやるんですけど、それはやらずに、普通に穴を掘ります。まずポットに軽くお湯を張りましてですね、ポットを温めます。はい、お湯の用意ができました。はい、それでは蒸らしですね。真ん中にお湯さします。そして落ち始めたらですね、周りにかけます。
はい、そして蓋をしてますね。1分20で。今日の格言というか、まあ、ドリップポットにて、たっぷりのお湯は動きにくいっちゅう、まあ、格言なんですけど、まあ、こんなもん、そのまんまで本当にいいです。つまり、実際に、お湯を入れておれば波立たないので、たっぷり入れておいた方が、波立たずに、ドリップポットは安定するよっていう意味合いなんですけど、まあ、その格言は、それであっけなく終わっちゃうわけですよ。で、まあ、せっかくなんで、まあ、そうじゃない部分で、言うとですね、例えば今、今回は、まあ、温度計を入れるっていうことに、まあ、今、重点を置いて、今やっているわけですが、その状態でも今、一番上の方の T1 が62度あって、T4 が50、あ、1分20、はい。はい、抽出に入ります。T4 つまり、一番底の部分が温度がまだ上がってないんですね。つまりなんでかっていうと、上からこうお湯をかけて、蒸らしていったわけですけど、結構先端の方が冷やされやすいわけですよ。コーヒー自体が少ないので、で、当然温度が下がってたわけですね。で、今、やっとこうお湯を供給し始めるわけですけど、お湯を供給し始めれば当然、普通にやってればですね、どんどん上がっていくわけなんですが、今日はやっぱさすがに、気温が低いだけあって上がるスピードが遅いですよね。やっと今72、73まで上がってきましたが、前半がこれ終わる、もうじき終わるんですけど、この時点での温度としては、今日は低いなという感じがしますよね。だからこういうことも実際にやってみるとよくわからん部分があって、で、例えば何でもやってみんとわからん部分というのが あるわけですね。例えば今うちが使ってるドリップポットというのは、まあ、カリタの、まあ、1000cc のこのドリップポット使ってるんですけど、このドリップポットって 1000cc とは名ばかりで、本当言うと 1000cc 全く入らなくて800何歩ぐらいしか入らないわけですよ。その800いくつかしか入らないのに 1000cc といってどうなんだというのは、まあそれは置いといて、ちょっと、実際に自分とこの使ってるドリップポットが何 cc 入っているのか、お湯が入っているのか、その何 cc お湯が入っているということは、抽出の場合に、何 cc もっと言うと何倍のコーヒーまでならそのドリップポットで1回で入れれるのかっていうのを理解しておくといいですよね。で、うちの場合はもう基本的にはこのドリップポットで2回お湯をこう刺して終わるっていう風なルールで、コーヒーを立ててるわけですけど、本来だったら正確に、何 cc まで抽出したら、終わらせて倍に薄めるとかいう風に、やってった方が本来はいいんですけど、どうしてもこの20杯のコーヒー立てるっていうことになってくると、計量カップの目盛りが見えないんですね。ただ目盛りが見えない状態でも
確実に同じ条件、同じことをやることができるようにする一番手っ取り早いのが、ドリップポット、軽量カップと、軽量カップ、お湯を測る道具として使うわけですよ。もっと、実際にはコーヒーに、かけてるお湯の量が例えば 800cc、としたら 1600cc になるわけですね。このドリップポットでお湯がかけれる量っていうのが、はい、4分ですね。そうすると、当然 1600cc というふうに、計算するとですね、まずは外しましょうか。今、出来上がりがですね、ちょっとこれ斜めにしちゃうと意味がないんですけど、水平で見て、1400cc なんですよ、出来上がってるコーヒーが。で、1400cc ということは、実際には 800cc と 800cc だと8に16、1600cc ぐらい。1600cc ぐらい、もうちょっと、多分入ってる、880ぐらいは入ってると思うんですけど、まあ、1600cc 入ってて、そこから、200cc は、当然、コーヒー、なんていうんですかね、コーヒーが吸うわけですよね。1600cc を溶鎖して、200cc、引くと大体 1400cc で、これ、つじつまが合うわけですよ。つまり、自分のドリップポットが何 cc でお湯を1回通せば、何 cc で、コーヒーの粉が、どんだけ、水を吸うっていう風な、だいたいざっくり計算ができると、どのぐらいのコーヒーが出来上がるかっていうのは、おのずと、出てくるわけですね。そんなことよりもコーヒーが入ってしまいましたね。はい、それでは試飲の方へ入りましょう。代表コーヒー入りました。調べにはわからないけど、今日低いわ、温度。そう。はい、どうぞ。はい、やっぱ今日は寒いっすよ。そうなんですね。うん。というのがちょっと、入れてて温度が上がってこんのに実感したな。Cブレンドでございますね。うん。うん。今日いいじゃないですか。いい感じに入って、うん。ちょっと低い温度で良かったんですかね。そうね。うん。とりあえず、こっちの方の宣伝ですね。アガテブラプレゼントやっております。結構いいブレンドになっておりますので、はい、美味しいよ、はいですはい、ということでちょっと今日はこのままこの後バタバタ忙しいので、この辺に、したいと思います。はい、じゃあ仕事に戻ります。